三振、ダブルプレー。今のはいいスライドですよね。もう座ったまま投げましたからね。座ったまま投げました、はい、ランナー一人出して、そして怖い怖いカブレラというところだったんですが、フォークボールでまず三振、そして膝をついたまま城島がセカンドへ、和田がタッチアウト。いやバッテリーのいい連携もありました、はい、やはりボール気味を振らせてきますよね、はい、そしてどうですか、あの城島のセカンド送球は、はい、まあ、メジャー級ですよね、まあ、あえて FA のことはあんまり言いたくないんですけれど、はい、やはり今日本のキャッチャーでアメリカで通用するとなればこの城島しかいませんのでね、行けとは言いませんよ、はい、行ってほしくはありませんのでね。そうですよね、やはりあの日本野球界の宝の一つ。そうですね。